フムリースキャンにより、10種類の脳の大規模ネットワークの存在が示されている。脳の大規模ネットワークとは、脳における神経ネットワークの機能的接続を明らかにする神経解剖学分野であり、これは、フムリーボールド信号、脳波、ポジトロン断層法、脳地図などの解析により進められている。脳神経科学の新たなパラダイムにおいて、脳の認知タスクは、 個々の脳領域の独立した動作ではなく、いくつか別の脳領域同士が密接に、機能的に接続されて実現されていることが分かっている。その機能的接続は、イーグ、メグ、その他変化する、脳信号の離れた箇所との動機として測定されうる。そのような動機がなされていることは、10年以上前より、独立成分分析や動機性解析などを用いて、特定されてきた。 そのような脳内ネットワークの混乱があるときは、うつ病、アルツハイマー病、自閉症スペクトラム、統合失調症、双極性障害などの脳神経学障害に関連しているとされる。近年の3つの研究により、6種類の大規模ネットワークの存在が示されている。フムリーによるデフォルトモード他にもいくつかの脳ネットワークが特定されている。例えば、聴覚、 運動、右エグゼクティブ、後部デフォルトモード、左前頭頭頂部、小脳、空間的注意、注意、言語レフトエグゼクティブ、感覚運動、体勢運動、視覚、時間的、大脳変縁視覚、視覚画像など、ありがとうございます。